太平洋戦争末期、日本軍は航空機で敵艦に体当たりする特攻攻撃を戦術として採用しました。戦争終盤に日本軍機が米空母などの大型艦に損傷を与えた例は、その多くが特攻攻撃によるケースとなっています。これを見ると、もはや日本の航空隊は通常の攻撃では敵に損害を与えられないほどに弱体化していたかのように思われます。ですが、中には戦争末期にあっても通常の爆撃で敵の大型艦に損害を与えた例も存在します。今回ご紹介する陸上爆撃機リンガによる空母フランクリン撃破がその一例です。たった一機のリンガによる爆撃を受けたフランクリンは、一時は艦の放棄も覚悟するほどの損害を負いました。日本海軍が誇る高性能爆撃機リンガが挙げた大金星、フランクリン撃破を見ていきましょう。陸上爆撃機リンガ。陸上爆撃機リンガは、日本海軍が太平洋戦争中盤から投入した双発機爆撃機です。陸上爆撃機に分類されていますが、雷撃も可能で、陸上攻撃機である一式陸攻の後継機と位置づけられていました。戦闘機のようなスマートな外見に一式陸攻を上回る高速と長大な航続距離を持ち、雷撃から急降下爆撃までこなせる万能機として、様々な任務に活躍しました。一方で、エンジンは不調が多く、構造も複雑だったため、整備性や生産性、稼働率は低いといった問題も抱えていました。大戦終盤の主力陸上爆撃機として戦った銀河は、一式陸攻ほど華々しい戦果はないものの、中には、その高性能を発揮し、末期の絶望的な戦局においても、大きな活躍を見せることがありました。エセックス級空母、フランクリン。対する空母、フランクリンは、米海軍が大戦中に就役させた大型正規空母です。ロンドン条約で新たに得られた空母建造枠を使い、ヨークタウン級航空母艦の発展型として計画されたもので、高い性能を持ち、空母としての完成度も高く、第二次大戦最優秀の空母とも言われます。1942年から46年にかけて23隻が就役し、米海軍が建造した艦隊型空母としては最多建造数となっています。特に、太平洋戦争終盤に戦線に大量投入されたことで、日米の空母戦力の差を絶望的なものにしました。しかし、前線では損害も多く、戦争中に沈没した艦はないものの、特攻機の突入や悪天候などにより被害を受けることがありました。今回の主役の一つであるフランクリンが受けた損害もその一つと言えます。フランクリンは、1944年1月に就役後、マリアナ諸島攻略やペリリュー島攻略の航空支援に参加。損害を受けることも多く、台湾沖航空戦、レーテ沖海戦では、敵機の爆撃や特攻機の体当たりを受け、わずか20日ほどの間に、3度の損傷を経験しています。このように、損害の多かったフランクリンですが、大戦最後の年となる1945年には、同艦最大の被害を受けることになります。九州沖航空戦。1945年3月、4月の沖縄戦上陸を計画していた米軍では、その前に日本軍の戦力を削いでおくため、九州や四国を中心に日本全土への空襲を実施しました。3月18日からマーク・ミッチャー中将率いる空母12隻の米第58機動部隊が九州南方の日本近海に出現。約1400機の艦載機が九州や四国、和歌山の各基地や呉軍港などへ空襲を行いました。これに対し、日本軍も特攻機を含めた、持てる航空戦力を尽くして反撃を開始。九州沖航空戦が起こります。空母、フランクリン撃破。3月19日深夜、空母、フランクリンは、神戸港を空襲するため、両艦と共に四国沖へと向かっていました。19日早朝、鹿児島県の泉基地より、金指伊佐隊員率いる第762海軍航空隊攻撃第406飛行隊の銀河5機が出撃します。フランクリンを爆撃した銀河は、このうちの1機と考えられています。午前7時8分頃、室戸岬沖80キロを航行していたフランクリンの上空に、突如、雲の中から、
一機の銀河が現れ、降下しながら、250キロ爆弾、または500キロ爆弾2発を投下。これより前、領艦が、不審な双発機の接近を警告していたにもかかわらず、フランクリンが攻撃を許したのは、同艦が、銀河を味方機と誤認していたためとも言われます。爆撃後、銀河は、フランクリンの対空砲火、または上空直縁に当たっていた F-6F ヘルキャット戦闘機によって撃墜されました。しかし、投下された2発はいずれもフランクリンに命中し、1発は飛行甲板の中央を貫き通して格納庫内で爆発。甲板に大穴を開け、火災を起こしました。もう、1発は飛行甲板後部に命中し、格納庫内で爆発。飛行甲板上や格納庫にあった F-4U コルセアを炎上させ、さらに、爆弾や地上攻撃用のティニーティムロケット弾が次々と誘爆し、爆発と火災を引き起こします。フランクリンでは、乗員724名中265名が負傷。艦上構造物は、全損に近い被害を受け、艦は、右舷に大きく傾斜するなど、甚大な被害を受けました。一時は総員退艦も考えられますが、艦を守ろうとする乗員らの懸命な消火、救助作業により、なんとか、最悪の事態は免れ、消火活動を続けながら、本国へ開港されることが決まります。急遽、フランクリンを護衛するための第 58.2.9 任務軍が編成され、午後2時ごろ、フランクリンは、ウルシー白地へ向けて出発しました。火災が完全に鎮火したのは、3月22日のことです。米本土へ戻ったものの、修理は、1946年6月までかかり、二度と、フランクリンが、太平洋戦争の戦場に戻ることはありませんでした。まとめ。こうして、九州沖航空戦で、たった一機の銀河が、米正規空母に、再起不能の大損害を与え、戦場から離脱させることに成功しました。この戦果は、本機の優秀な性能を示すものであるとともに、大戦末期の海軍航空隊が見せた星のきらめきのような活躍でした。フランクリンを爆撃したのは、一説には第701海軍航空隊所属の水星三三型であったとも言われます。いずれにせよ、フランクリンの被害が、一時は沈没も覚悟したほどであったことに変わりなく、大戦末期のこの時期であっても、日本軍が、特攻攻撃ではない通常の爆撃によって、米正規空母を撃沈できる可能性があったことを示しています。機体の優秀さももちろんですが、それを使いこなす優れた搭乗員がいたこともまた、銀河によるフランクリン撃破の主君へとつながったと言えます。最後まで見てくれてありがとうございます。あなたが思うことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、評価もお願いします。次の動画でお会いしましょう。